はい、どうも、全力で今日ユーチューバー、ビーフォレです。であのサンディエゴで満塁ホームラン打ってから、えー、チャーター機で東京に戻ってきました。それで、本日オリックスバファローズ、えー、楽天イーグルスに、4対5で敗れまして。えー、再び単独再開となりました。はい。まあ。ええー、皆さんあの。あれで見てる。あれ見てる。あれで見てる。あれ見てる。あみたいな動画ね、期待してる、してると思うんですけど。まあ、正直。 悪い試合はしてません、今日は。うん。悪くない。今日の試合は。まあ、オリックス、まあ、結果的に負けたけども、正直、打つべき人は打ってはいい。西野選手がね、昨日持ち上げすぎた西野選手がちょっとね、なんか B モレルの動画見たんかわからんけど、ちょっとなんか萎縮して打てんくなったけど。まあ、ただ、セデーニョが今日ね、ホームラン2発。先制ホームランに加えて、8回、同点の完璧なツーランホームランを打っとる。セデーニョが今日ホームラン2発。 三本。ちなみに、オリックスのチームホームラン、三本。全部焦点よ。はい。全部焦によ。さ、は、え、い。焦点よ、ほんまに。最近、マジで、よくやってくれてます。さ、は、え、い。中川選手も今日2アンダー、二安打。で、森友も,もうヒット打って。で、西川選手も今日、四打数二安打なんですよね。西川選手が上がってきたら、かなりチームの打線は、活性化してくると思うんですよ。だから正直、打つべき人は、打ってはいる。で、あと、若月選手も今日ね、逆方向にね、なんか、いい当たりだ、飛ばしてたし、 むね選手も今日3アンダー。ダリズ2割5分。うん、ヒットは今日12本出てるような。だからまあ、打線の状態は上がってきてる。これは限りなくポジに近い。でまあ、ピッチャー、うんまあ、今日先発高島投手。まあ、プロ初先発、ルーキーでね。まあ正直逃げが重すぎると。まあね、試合作ってくれればいいなって感じでしたけども、立ち上がり非常に良くてね、まあ3回に点取られてで、4回も抑えて、で、5回ね、勝ち投手の権利をかけてて、もう非常にこの時点ではほんまに、 もう100点満点上げたいぐらいの高島投手出来でした。ただ5回に3点を取られてしまうと。はい。まあ、ただまあ、これがプロの先例ってやつ。これを経験にしてね、まあ次行かしてほしいんですけど。だからまあ、悪ないんですよね、うん。悪い試合ではなかったと思いますけどね。でまあ、この動画で何が言いたいかっていうのが、あの、楽天強くね。うん。 え楽天強いって。うん。全然強い楽天。弱くないって。うん。楽天最下位予想。解説してほぼほぼ全員が楽天最下位予想。もう、今年の楽天終わりと楽天ファンですら、なんかもう、今年の楽天は弱いからもういいっすよみたいな。もうほぼ諦めかけとる。もうなんか、楽天はもう今年ええから、松井裕樹に主婦としてパドレス応援しようみたいな人も、何がちらほらおる。うん。いや、強いって。 いやこの2試合戦ってきて楽天、もう強いって、普通に、うん、めっちゃ、普通に、マジで強い、全然、その前評判で、もう楽天だけパ・リーグでもうダ、ントツでベベやみたいな、全然そんなことない、マジで強い楽天、いやそうもね、結局、そのオリックスが優位に試合を途中まで進めてました、そこにやっぱりね、まず3回にね、これ、すぐさま同点に追いつかれてるんですよ、えー、これ、第1選手が出て、太田光選手もとして、うん、たとみタイムリー。うん タトミオリックス戦は高いするって約束やったやんあれちょっとセリーナさんちょっと戦能もうちょい弱くしといてセリーちゃんちょっとちょっと戦能強すぎ、うん、でそっからオリックスさらにまた勝ち越すんですけど5回まででこれ逆転されるんですよねまあこれルーキーの高島投手が攻められるんですけども、うん、えとまたこれあの第一位としてタトミーにヒットを打たれてで村林選手に逆転タイムリーを打たれるとで小郷選手これタイムリーが出たのがこれツーアウトからなんですよねだからツーアウトからのこの粘りで点を取ってくる これは強いチームの点の取り方なんですよ。で、先発の騎士投手。正直、調子はあんまり良くないと思ってたけど、まあなんやかんややっぱ試合を立て直してくる。うん。試合壊さない。まあそれがはずがベテランの味ってやつ。で、そっからオリックスがさらにね、これ8回にセレーニョのツーランで追いつくんですけども、ここからね、ほんまに弱いチームならね、崩れてそのまま負けるんですけど、そこからオリックスは点を取れなかった。 うん。そっからの粘りで。9回も西垣投手に抑えられてね。うん。で、10回。これ、総一郎がマウンド上がったんですけど、これ、小坊選手がヒット打って、で、浅村選手がゲッツー打ったんですよ。ここで普通流れは切れるんですよね。こっから、あの、ゴーゴーかつき。うん。ゴーゴかつきが2アウトからヒット打って、で、安部選手もヒット打って、で、鈴木大地選手。まあちょっとね、総一郎に当たった打球で、えー、1点勝ち越し。これだから、 ゲッツーでツーアウトになってから、さらにこっから粘って、1点取ってんですよ、勝ち越しの。これは、マジで強いぞ。これ楽天舐めたらあかん、マジで。ガチで強い楽天。この粘りは強いチームの粘り方やねほんまに。結局9回、のリモト投資が劇場してね、抑えたでしょ。劇場もなんか強いチームの証じゃないですか。ほんで、楽天強いって。で、昨日もオリックス勝ったけどやな。やっぱ、4-0でオリックスリードしてる展開から、 なんか、追い詰めてきてるんですよ。1点差まで。うん。マチャド劇場と平野劇場させるまで来てるんですよ。だからやっぱ、この打線の粘りってやつが、弱いチームのそれではないんですよね。再開予想、全員にされてるチームのそれではないんですよね。だからマジで、楽天舐めてかかってたらほんまに食われんぞ、これ。うん。全然楽天は安杯じゃない。強いって。そして今日のスタメンにも昨日のスタメンにも入ってなかった。眠れる手法、ここでしまうち。 ここで島内がまだいるんですよ。まあ、まだね、調子は上がってないですけども。まあ、おそらくまたね、あのー、どっかで、2軍に落ちるかもしれない。2軍に落ちたタイミングで、なんか2軍の帝王が応援が浴いてた瞬間、復活するって。そっからまた夏場ぐらいから絶対調子上げてくるって。うん、ここで島内という最後の切り札を残してるこの楽天。ここで島内なしでこんだけ粘り強いバッティングをしてくる楽天。これは強いよ、ほんまに。 あの言いいモレルとか言われるけどいや普通にオリックスファンとしてこの2試合戦って楽天マジで強いっすいやほんまにこれは震えて眠った方がいい、うん、これに加えて応援歌でしょ楽天の応援歌うんこの打線に応援歌その先発詰まったところでさこの粘り出してなんかええところでなんかこうこうでしまうチートが来たらもう飲まれるようなうんもう雰囲気飲まれるねっ合語歌はもうないけどねて って言って出てるとかもうピッチャー頭おかしてあるよそんな、うん、チャンスを使う目立て勝利岡島たけろたっけーろとかやってるねもう観客席もさ乗りノりやからね、うん、それに乗っかってたけどもつってそんなちゃ、うんと右とか言ってさねえ観客席がむせむせとったらさちょっとピッチャーも気抜けるっていやだからもう何が言いたいかっていうと今日はオリックスは別に悪くない楽天が強い普通に。うん 楽天ダメでかかったらあかん、マジで。その辺注意して、パーリーグ今後戦っていくべきかなと思います、マジで。ということで、明日勝ってね、なんとか今シーズン初のハード勝ち越しを決めましょう。明日、俊平太なんでね、はい、気を引き締めて明日行きましょう。ということで、ふるえ手ぶれ,てれ今日のここで島内は、出場なし。はい。完全に2軍の帝王待ちちゃってるね。あと、なんかベンチで、なんか抜かれてたけど、テレビで、カメラで。 なんか雰囲気が高知でした。